真ん中だけ色が違う。気のせい。出て出て出て。お、出てきた。DJ ピノキオ。ありがとうございます。バトルで使う攻撃アイテムは武器より強めって知ってました？隣のショップでやってます。ぜひお立ち寄りください。なの？なんかお前持ってんのか。カタキちゃんおはよう。おお、なんかいっぱいあるやん。金ないんだけど。金ない。キラキラブーツ手持ちない。こいつ買っとかないと。キラキラブーツ、キラキラアイアンブーツ買っとこう。やばい、金がない。金がない。この冷え冷え持ってない。買っとかないと。うわ、これお宝フィギュア。くそー、金ねー。金なさすぎる。やばいよ。金欠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 っすわ。ちょ、ここ金ないのか。お前よこせよこせ。なんか怪しいな、ここ。あ、怪しいね。ありがとうございます。ここの店の出張ばかりでいつもいないんですよ。今日はどこに出張なんだろう。お前店員じゃないんかい。これ何屋さんなんだ。あー、DJ さん。お、横の扉から入るっぽいな。お待ち。ここが怪しい。ここをこうこうこう、そしてこうやってこうやってここをこう。よし、ほい。そしてここをこう、ちょっとゆっくりね、ゆっくり。ペラペラなんだか。オッケー。よーし、紙袋フィギュアゲット。金が欲しい。ちょっと金貯めようかな。タンタタタンタンタン、タラタタタラタンタン。じゃあ下から行きますか、まずはね。マリオさん、ハンマーの使い方ナイスっすね。いや、そんな褒められても。 お前持ったんか。花だけど雑草だましで咲いてました。だからどうした。噂ではこの町はもともとキノピオの町らしい。追い出したわけじゃないで。俺たちが来た時は誰もいなかったんだ。引っ張るって書いてた今。そしてこのペラペラを利用して、このあれいけない。これおかしいな。どっからかいけるはずなんだ。まあいいや、上行こう。2段目いきまーす。はっ、はっ、金金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 。わ、あんな上にもなんかピノキオが。いらっしゃいませ。こちらはムーチョルホテルでございます。ムーチョロイヤルホテル。うん、のんちゃんいってらっしゃい。素敵、こんなリッチなホテル泊まってみたいです。ムーチョ、ムーチョホテル。あっちから中入った後に外で撮る感じか。んー、ここのホテルはなんか怪しいので後で行きましょうか。お、
準備中。ランプの魔人。いや、どうにかこうにかいけるはず。だよね、ありますよ。どうやって向こう側行くんや。あそこのピノキオを叩いて落としたい。こうするためにはどうやっていく。ここ、あ、いけるわ。ここやろ。リオさんならこの木を叩いてくれると信じていました。信じたまえ。我の力。で、ちょっとこの、じゃあ行ってみますか。パリピ。パリピやな。整理したら珍しいもの見つけたで。フロントに渡しといたけど。なんだ珍しいものって気になるな。なんですかこの騒がしさ。一体何が起こってるんですか。なんで君たちは永遠と詰まってるんだね。で、この向こう側に行きたいから、ちょっと待てよ。こうして、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 こうピッオッケー。わ、金金金金金金、ナイス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 です。で、こっち側に行ってみますか。Hey you、 乗ってるかい。このプールいい感じで音楽が響くから DJ ブース作ってやったぜ。ん、待て、あの DJ ブースの下怪しかったな。ちょっと、ぬ、広い、広いぞ。いらっしゃい。残念だけど今は満室なんだ。あ、私たち謎の字が読める人を探してるんです。このホテルにそんな人いませんか。ああ、あんたたち、あの学者のピノキオの関係者か。学者は今外出してるけど、外の鍵はこっちで預かってるぜ。関係者なら同じ部屋でもいいよな。ほら、鍵だよ。いいんかい。いいんかい。適当すぎるだろ。やったぜ。なんか勘違いされてるみたいですけど、謎の文字が読めると同じ部屋なんてラッキーかも。学者の部屋はそこの階段上がって2階の突き当たりだ。ゆっくりくつろいでいったらいいんじゃない。うふふ、意外と早く謎の字の人に会えちゃいそうですわね。オッケー。ちょっといろんなとこ行ってみようと。開くんかい。え、鍵開いちゃったの。ここが学者さんのお部屋。まあ開いちゃったからそうなのかも。いやいや違うでしょ、2階っつってたよ。わーい、私ホテルのお泊まりなんて初めてですわ。素敵なベッド、赤いシーツ、おったな。こんなはしゃいでる場合じゃなかったですわ。さてさて、学者さんの先生はどこ行っちゃったのかな。
どっかに手がかりとかないかしら。これやろ。何？ダメよ、もうおやつダメ。丸月丸日砂漠をくまなく調査した結果、ついに古代人の手がかりをつかんだ。丸月丸月日罰日、古代人の発見の鍵となる秘宝太陽光を手に入れた。ホテルのフロントと交渉の末、どうにか譲ってもらえたムーチョのあの価値がわかるのか。丸月罰日、準備はすべて整った。太陽の祭壇へいざ出発だ。これ日記字ばっかして私にはちょっと難しすぎるけど、学者先生の何かを持ってどっかに行っちゃったみたいな感じ。全部開けようと、全部開くやんけ。読めない。行って、中で寝ちゃってました。モーニングコールありがとうございます。2階も行ってみようと。あ、こっちもあるよ。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 。なんだこの文字は。学者にまず会いに行った方がいいのかな。わあ、何これ、壁にいっぱい絵が描かれてますわ、すごい。でもこれ何の絵でしょう、漫画かな。あ、ここにも謎の文字が描かれてますわ。これも学者さんに読んでもらったら意味がわかるかしら。とりあえず学者に会いに行かなくちゃいけないっぽいね。おーい、学者のお猿さん。部屋を間違っちゃった。特別な、そこは特別なスイートルームなんだ。学者さんの部屋は1階の安、いや、スタンダードだったよ。そうなんだ、部屋を間違えないで結構適当かも。勝手に行っちゃったけど、あれが最初の学者の部屋だったんだ。なるほど、まあ良いでしょう。ちょっと学者さんのもう一回手紙を見て、太陽の祭壇のとこだったっけな。祭壇に向かってるって。ここはいいとして、太陽光のフロントの交渉、太陽の祭壇へ。オッケーオッケー、あー、一番最初のとこね。オッケー、太陽のマークの祭壇のところ。オッケーピッピ丸。太陽の祭壇まで抜けます。あ、待って、ここ入れんじゃない。これも、お、入れた。いや、敵かい。久々の戦闘。よい、おいでちゅう。こうして、あと2回しか回せない。どうしても無理なんだけど、
いや無理だ、難しい。まあいいでしょう。えい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 。エイガード。マリオブースでいける。ゲイ。お。お。あれ回せるのか。ほい。で、これをこうして、おっ水止まっちゃったよ、あいつ。だけどね、あれ噴水止まっちゃった、つんまんねえ。まあそろそろ開けたし部屋に戻るか。あいつなんか鍵持ってた。盲腸に踏みつけられなんて悔しいです。でもマリアさんのおかげで助かりました。これお礼です。お、ハートアップ、マックスハート。あいつなんか鍵持ってた、行ってみる。あ、いや部屋に戻るかっつってただけだから。まあいっか、あいつは関係なさそうだ。マックスハートの材料だけ、いっか。レッツゴーレッツゴー。最初の祭壇に行くか。とりあえずここでもどうやって上行くんだろうな。あっ関係ないか。もっと強くが当たらない。これどうやって向こう行くんだろう。あっちは後で行くんか、思うかな。行けそうにないもん。あそこの上にね乗れるんだよな。どうやって行くんだろうな。兄ちゃんおはよう。まあ、いっか。ブイーンブイーン、太陽のところまで行くぜ。どこだっけ、確かこっちだっけ。右砂漠と左砂漠があるの。
で、こっちの、おー、待て。あそこにへばりついてる。オッケー。この上が顔みたいになってへんてこなとこですよね。こんなのはいいんだ。学者はどこ行った？もっと下降りてこい。どこ行けばいいんだ。どうした？いいの。お、何やこれ。あ、これは。よいしょ。ふう、苦しかった。やっと紙詰まりが解消できました。自分で詰まってたけどね。ここは研究所、ヤスケナ大砂漠の出張所です。早速センター行ってみますか。いいえ、別によっき。センサーにこうテレポーテーションがねできる。こいつ倒して、おいで、おい。あいつ倒せないの？上から倒すとか。いけそう、いけそう。来い。そうそうそう。くそ、取れないのこれ。今のトカゲみたいなの絶対なんかいけそうな気がする。殴れそうで殴れない。いけたいけたいけた。よし、いけました。で、どこだっけな。おい、どこだっけ。階段はあれか。いねえけど。あれ、太陽の祭壇ってこれじゃないの？ん？どこだ？太陽の祭壇。これ？これ？違うんだ。鳥の祭壇かこれ。これどれだ？ブイーン。死ねえ。殺してしまった。楽しい。お？チーン言われてもこうだって見えないもん。これ太陽の祭壇ってまさか大阪でいう太陽の塔みたいなやつのことを言ってるのか。これもしかしたらここにいるかもしれん。いねえ。回復者ってどこ行ったんや。あれ、ここじゃないの。もう一回太陽の祭壇を見てみて、
なんか思いつくことないの。学者のフロントの鍵。学者がいない。どこ行ったんだろう。困ったぞ。違うところに太陽っぽい祭壇があるのかもしれない。右砂漠、左砂漠行ってみますか。両方見ていなかったんだし。あ、これか。いや、違うよな。どれっすか。とりあえずこっちとか行ってみるか。まだ終わらせてないし。学者おらぬか。引き殺せないのかな。殺せない。とりあえず金貯めて、ここなんかありそうだけども。その太陽の祭壇って感じでもなさそうだ。わあ。この中にいるか。はい、チョロちゃんおはよう。再びおはよう。今謎解きをしているところだね。よいしょ。こうして、あそこに尻尾が見えてる。ゲイ。私テリアなんです。ヘビになっても性格変わらないですね。違うんだよな。側はどうやって行け。いて。パリボテテレサ。めんどくさい。
めんどくさいめんどくさい。ここは何もなさそう。じゃあ左、じゃあ右か、あれ、じゃあ右左、左か。学者がいねえ。うん、これなくなるなくなる、花吹雪なくなる。邪魔だから殺してます。トゲがなくてもサボテンって分かりました？よし、バーム、そこ怪しい。うわあ、やばそうなの出てきた。よし、強そう。まずはキラキラハンマーで。しねえ。よし。で、やばい、キラキラアイアンブーツがない。あ、そんな強くない。よし。グッジョブ。ありがとうございます。ドクロを折るなんてちょっとセンス悪いですよね。はキノコじゃないです。いや、モロキノコ。お墓じゃないです。ゾンビじゃないです。ここにも祭壇っぽいのがある。お、これじゃね。あった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 、見つけましたね。あら、ここにもまたノッポさんがいますわ。行くしかねえ。ここじゃねえ。探してた祭壇があるやもしれん。ガレちゃん、おはよう。ちょっと待ってください。ちょっとトイレ行ってきます。どうしたの、ボム。ちょっとだけね。そんな時間、ボムちゃんのご飯食べる時間じゃない。待てよ。食べていいよ。よし。なんだこりゃ。
かまがまがしいな。アイテムがいるの？学者がいねえんだけど。あら、これ何の魔法陣かしら。これは初めて見る。何に使うのかな。やっぱ学者がいねえんだけど。壺の中にお水が入ってますわね。あら、このお水黒いですわ。黒いお水なんて不思議。ツーン、この黒いお水ツーンとした変な匂いがします。毒水。ここには三角パーツか。何も持ってないよね。ドブじゃんとか言って確かにドブやドブ。博士が見つからんのやけど、もっかいホテルに行くか。手がかりがなさすぎるぞ。やべ、とりあえず金を。ありがとう。もう一回部屋に戻ってみて、一回聞こう。あれ、あ、乗れなくなったぞこれ。おい、焦っただな。やばい。なんでやばい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 。これ強そうなんだけど。ボム兵のことは忘れない。ちょっとこれ強そう。キラキラハンマーで。エクセレント。あ、やっぱ強いわ。耐久性が。50ぐらいある。あ、やだ。いた。めっちゃ強い。強し。カンマ。武器変えとこ。オッケーよ。武器、キラキラブーツ、キラキラアイアンブーツ。キラキラアイアンブーツ。ちょっと強くなったか。キラキラハンマー。強い武器にしとこう。え、みんなどこだと思う？次。敵がいない。敵も味方もいない。どこにいると思う？なんかちょっとミッション忘れてそうだよね。
フロントのおっさんに聞くのかな。やっぱさっきの鍵の人。怪しい怪しい、どこだ。ベンベッベン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 パン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 。フロントさんに話を聞こう。ペッ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 。こいつに話を聞く。とってもいいお部屋出してはくつろげましただろう。ムーチョロイヤルホテルだからな。そういやこの間科学者にあるもんを譲ったんだけど、実は同じもんがもう一つあるんだ。関係者なら欲しいだろ。お願い持っててしょうがないからあんたらにあげちゃうわ。あったわーい、あったわーい。太陽のお香。学者はそれ持って喜んでどっか行ったぜ。追いかけんな、迷子にならないように町の砂漠に案内所に行ったらいいぜ。町の砂漠の案内所。あった、あいつが持ってたわ。町の砂漠の案内所どこだ。街の砂漠の案内所どこにある。こいつか。風抜けトンネル抜けたすぐ先にあるとても大きな砂漠だ。みー直輪な鳥の像や。左右にも小さな砂漠があるぜ。左右の扉の先にも塔があるぜ。よし、これでいける。ちゃんと誘導してくれてる。このお香を持って太陽の祭壇へ向かうのよ。ブンダブン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 。ここは割と広いですね。こちらでございます。普通に太陽の祭壇はここなの。そう、ここ。ここに何か置く位置がいいんだ。はっ。ほい。わわ、煙が出てますわ、マリオさん。あら、なんだかとってもいい匂い。まるでお日様の下みたいで日向ぼっこしてるみたい。ポッカポカの匂いですわ。おー、トルネード。なんじゃなんじゃ。あー、吸い込まれっち。ボス戦か。ここは渦巻きの風？閉じ込められちゃったの？何か出てきそうで怖いです。トゲトゲ？砂漠だしサボテンかしら。それにしてはうおー、でけー。マリオさん、サボテンみたいですけど、これって
ハリボテサボテンだ。おっきすぎ、でけえ。ほうほう、これで引き殺せばいいかな。これで移動して、うーん、あ、違う、当たったら死ぬやん。あれが倒れた時だ。今だ。オッケー、ポイ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 よ、倒し方ってるよ。ハート取って、めっちゃ食らうやん。おわお、とんでもない、とんでもない。姿を現すまでとりあえずこの車で走り抜けると。簡単簡単。うわーは、そしてあいつがこっち行く。ちょっと待って、しんどい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 。あれ、なんで今のタイミングかよ、止まりきるまで。はい、ちょっと待って。いや、分かってるよ、分かってるんだよ。ちょっと待ってくれ、回復できないよこれ。降りないと回復できない系か。まあまあまあ、ここは楽勝。おーっとっと、そしてこれも楽勝。倒れて転がってくる、それを後ろで待ち構える。オッケー、で、回復回復。そして乗る。うわっ、わわわわわわわ、で起きて、なに、そんな新しい攻撃方法が。やばいやばいやばい、今だ。やばい、中入っちゃった。おっそ、 B です。シュ、即座に降りなきゃ。おー、危ねえ。いいよ、倒せる倒せる倒せる、昨日なら倒せる。渦巻きの中に絶対入らないで。おーっと、危ねえ。おっと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 、今だ。 OK、 いいよ、おし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 。おっとっと、こいつはいつ止まるの。今か。くそ。今のタイミングっぽいな、吸い込まれた時ぐらい。今じゃ。わ、惜しい、おっそ、もうちょっと近くで。まあ攻撃方法は見切った。うん、近くを徘徊し、はい、ここです。オッケー、わしょーい、博士出た。飲み込まれてし。あら、
何か変な形の紙ペラが降ってきましたわ。あ、マリオくん、助けてくれたのか、ありがとう。そっか、あの大きいサボテン食べられてたのね。は、なんだ君は見たことない姿だな。まさか君は古代人か、そうなのか。え、違います、私オリビアです。は、そうだ、祭壇はどうなった。ここに書かれてる通りやったはずなんだが。え、この謎の文字が読めるの。もちろん私は古代人の研究をしているキノピオだ。この古代文字は古代人が使っていた文字だから、研究者の私には読めて当然だ。やった、謎の文字を読める人が見つかりましたわ。さすが古代人の先生。ところで先生は古代人って何。古代人とは古代に生きていた人たちのことだ。そして私はこの砂漠のどこかで今もなお生きていると伝説の古代人を追っている。私はその古代人を見つけ出し、古代人にまつわる祭壇の謎を解き明かしたいのだ。その祭壇、その古代人の名はピオ。伝説の古代人をピオ。ピオピオピオ。その名前どっかで聞いたことがあるような。そうですわ、ピオさん。大海原で必要な海図っていうのを持っている大事な人でしたわ。先生、私たちいつかそのピオさんに会いたいです。でもその前に砂漠の紙テープを何とかしたくて、私たちと一緒に謎の文字を読んでもらえません。そうだな、私のこれまでの調査によればピオの存在を裏付ける重要な証拠がこの砂漠のどこかに隠されているらしいのだ。その隠し場所を探るためその祭壇の調査をしていたのだが、最後の調査を続けていく中で、このまた化け物に襲われるリスクは決して低くないだろう。だがまた化け物が出てくても、マリオくんが一緒ならこんなに心強いことはない。よし、いいだろう。契約成立だ。ピオの証拠を見つけるまで、ここはお互いに手を組もう。やった、先生よろしくお願いします。古代文字といえば、私の泊まっているホテル、2階の壁にも書かれていたぞ。あそこにもそのテープの手がかりがあるかもしれんな。なるほど、先生頼もしいですわ。それじゃあ、あの古代文字いっぱいいっぱい読んでくださいね。オッケー、知能ありがとう、お茶で助かります。あれ、うちの車どこ行った。あれ、わしの車、マイカーは。あった。ではまずは古代文字を読みに行こうか。ん？あれは。マリオくん、あれを見たまえ、地面が光っているぞ。もしかしたらいいものが埋まっているかもしれない。私はこのスコップで地面を掘ることができるのだ。掘りたいところを下を押してみてくれ。なる？それ。うおー、金じゃ！ほらな、宝を掘り当てたぞ。このように土は、砂や土など柔らかい地面なら掘ることができる。光ってなくても怪しいと思うとこあればいつでも下を押してくれたまえ。あ、やばいやばい、間違えた、ちょ、行こう、こいつを乗せて光ってるところ。よいしょ。うわー、金じゃ金じゃ、ナイスじゃ、ナイスじゃ。これでお金がだいぶ貯まる。古代人に会いたい。うるせえ、黙れ。光ってるとこまだあったような気がする。よいしょ。めっちゃ頼もしいじゃんこいつ。あぶね。こいつがいる間にちょっと連れますか。まずはこっちだ。
おっと、ここにも。おー、ゴールドハンマー強そう。これは強い。おっと、危ね。私は逃げるよ。うん。ここにも光ってるとこあった。金じゃ金じゃ埋蔵金じゃ。あっちの奥にもある。この奥だけか。こう行って。ちょっとけど。おお、ナイスナイス。やっと1万円ゲット。すげえっす先生、しびれる、憧れる。んでもって古代文字を一回見に行くか。そのブーツカーは最新型だなっつって、お目が高い。ただでもらったんすよ。ドゥン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 。面が広いな。ピラペリッパー。まずはこっち。ほら、この壁紙にも古代文字が書かれてるだろう。四つの眼差しが混ざわるとき、ヒノピチュ、眠りより目覚める。ヒノピチュ。ヒノピチュは確か砂漠に育てた巨大な遺跡のことだ。しかしそんな遺跡など砂漠で見なかったが、どこにあるのだろう。これに、ん？これ周りに4つあるのってもしかして目？なんか不気味。マリオくん、この古代文字の内容はとても重要な気がするぞ。これはわしがメモしておこう。 L でいつでも確認ができるぞ。うむうむ。そそり立つ大きなキノコ、その目に光る、その目に火を捧げよ。目から何か出してますわ、この人。どっかで誰かさんに似てません？この古代文字もメモに残しておこう。6人の神官が火をもたらす神を呼ぶ。まあこれ鳥さん、焼き鳥になっちゃいますわ。この古代文字もメモしておこう。神に会いたけばし、すべての神官に見守れ、祈りを捧げよ。祈り、漢字の祈りとやらが書かれてないぞ。こっちの矢印って何のことかしら。こっち。そうか、このドアの向こうに続きがあるようだ。そのスイートルームにはあんたとよく似た緑で、ひげで緑の客が泊まってるよ。あの緑、街の中にある露店を見に行くって浮かれてたぜ。緑の人、それってもしかして、もしかしてなくてもあの人。とにかく街の中でその緑の人とやらを探して、ここを開けてもらうようし、もらうことだな。